2019年令和元年、我が国で初めて開催されたラグビーワールドカップを記念して、同年9月に中華街の山下町公園に設置されました。1866年、慶応2年、イギリス人を中心として日本で最初のフットボール、ラグビークラブである横浜フットボールクラブが山下町127番地に設立されました。記念碑の銘板には寄付された約400の個人、団体名が刻まれています。ラグビーワールドカップ日本大会を目前にした2019年令和元年9月5日に、当時の神奈川県知事、横浜市長、ラグビー協会会長など多くの関係者列席のもと除幕式が行われました。